水星の魔女の第16話が放送されました。スレッタがオカンの言いなりすぎてかなりヤバいキャラになってたな。学校の夢を諦めることも、ガンダムで人を殺すことも、お母さんが言うなら従うって発言しちゃったからね。ただ、スレッタの表情的にはかなり悩んでたし、14話でソフィーが死んだ時も、涙を流しながら無理やり自分を納得させているあたり、かなり母親の呪縛がほころび始めている様子はあるんだ。あともう一息って感じか。うん、でもミオリネの言葉や説得だけじゃ、この呪いが解けないことは視聴者も分かったと思うから、何かしらの大きなきっかけや、犠牲が必要になると思うんだ。それがまた誰かの死になるのか、ミオリネに関することになるのかわからないけど、プロスペラの言うことが全て正しいわけじゃない。間違っていることもあるとスレッタが自ら認識して、自分で物事を考えて判断できるようになる必要があるわけだね。さすがに地球寮の友達とか、ミオリネを手にかけろって命じられたら拒否しそうやけどな。今のところ、進めば二つ手に入ったとしても、人の死が絡むとさすがのスレッタも動揺を隠せてないから、今後4号の死がきっかけになる可能性はあるかも。当面はスレッタが本当の意味で自立できるまでが、物語の大きな山場になりそうやな。だね、一期からずっと引っ張ってきたことだから、もしかしたら覚醒するのは最終話付近になる可能性もあるけど、待たせてくれた分はミオリネとの絆含めて、最高の感動を見せてくれそうだよ。そういえば15話はレビュー動画出さんかったよな。友達の結婚式行ってて動画出すタイミング逃した。ネットやと結構賛否あったらしいで。水星の魔女って、キャラ、カップリング、ストーリーやドラマ、モビルスーツ戦、設定や考察といろんな要素で構成されてて、そのどれもが魅力あるから、ファン層も一枚岩じゃないんだよね。極端な話、キャラは好きやけどモビルスーツ戦はそこまで興味ないって人もいるわけやねんな。だから15話みたいなサイドストーリー的な内容だと、不満に感じる人も多かったのかなと。14話に引き続いて、雰囲気も殺伐としてたしね。ただ、個人的にはめちゃくちゃ良かったよ。量産型モビルスーツ同士による泥臭い局地戦とか、モビルスーツ好きなら嫌いな人はいないレベルの内容だし、グエルの葛藤と決意やオルコットとの関係性含めて、必要な回だったと思う。まあ、ロボットアニメをよく見ていると、主人公が対立側の状況を知ったり、世界を広い視点で見ることで、やるべきことを見つめ直すという展開は王道だから、ベタすぎる気もするけどね。ガンダム作品でも、ユニコーンとかククルス・ドアンのエピソードでも似たような展開はあるし、ただ、グエルが立ち直るきっかけや成長するエピソードとしては自然な内容だし、胸に響くものはあったから、個人的には結構お気に入りのエピソードかな。16話では学園に戻ってきたし、一皮むけたグエルが今度どういう活躍を見せてくれるのか、楽しみにしたいね。じゃあ今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんの感想も聞かせてください。また見てな。チャンネル登録とグッドボタンも頼むで。